沖縄丸は日本の低新省に所属した海底ケーブル、敷設船である。日本が保有した最初の本格的海底ケーブル敷設船で台湾への海底電信線敷設を目的として1896年にイギリスで竣工した。40年以上にもわたり日本の海底ケーブル敷設の主役として活躍し日露戦争では 軍用通信網整備により、日本軍の勝利に貢献した。1938年に民間に払い下げられて、貨物船に改装されたが、太平洋戦争中に撃沈された。明治維新後、日本でも、電信通信網の整備が開始された。日本の対外電信船の敷設は、デンマークの大北電信会社が免許を受け、1882年以降は、 独占特許となっていたため、国内線のみが日本の低身省の手によって整備されることになった。島国である日本では国内電信線でも海底ケーブルの付設が必要であった。最初の国内海底ケーブルとなったのは1873年に東京・長崎線の一部として関門海峡に付設された赤間関横断線である。 まだ海底ケーブル敷設船が日本になかったことから、親とい外国人の指揮する小型蒸気船電信丸で、団平ら船を栄光して、敷設作業を行った。津軽海峡横断船の敷設は一本目を大北電信に工事委託したが、二本目は東大見回り船明治丸を臨時の敷設船に改装して用い、1890年に日本人の手により敷設を成功させた。 その後、東大見回り船東明丸も改装して、海底ケーブル敷設に利用されたが、明治丸も東明丸も、敷設能力は小さなものだった。こうした中、日清戦争で日本が台湾を獲得すると、台湾への海底ケーブルによる電信敷設が急遽必要となった。そこで、1895年、 日本最初となる本格的海底ケーブル付設船の建造が決定され、イギリスのグラス号にあるロブニッツ社へと発注が行われた。新造船は、翌1896年2月18日に浸水して、沖縄丸と命名、同年4月10日に竣工した。船名の由来は、台湾への経由地である沖縄県と言われるが、沖縄で、 海底ケーブルの意味だとする説もある。竣工した沖縄丸は1896年6月27日に長崎港へ到着した。低新省の船として建造された元船であるが、まずは台湾への軍用電信船付設に当たるため、陸軍省の臨時台湾電信建設部へと配備された。最初の任務である台湾軍用船の付設では、 日本本土と台湾の間で全長1045海里の海底ケーブルを無事に付設した。合間を縫って民需用の電信線工事にも従事している。台湾軍用船の整備完了後、1897年9月に沖縄丸は低新省へと移管された。1904年に勃発した日露戦争で沖縄丸は 海軍省と停心省の協定により徴用船に順じた扱いで日本海軍の指揮下に入った。本船は日本唯一の正規海底ケーブル付設船として臨時に改装された伊吹丸、宝天丸、第三、辰丸の三隻と並び、戦場各地の軍用通信網の整備に活躍した。沖縄丸には朝鮮半島の木浦と佐世保。 馬山浦と津島を結ぶ軍用電信船を開戦前に秘密裏に付設する特別任務が与えられた。日本海軍は八口浦や沈海湾を艦隊根拠地にすることを予定していたためである。開戦約1ヶ月前の1903年末、沖縄丸は関門海峡の電信船修理などの名目で長崎港へ移動した。 1904年1月10日、沖縄丸は正体を偽装するため、マストのヤードの位置を移動、選手のシーブを隠す、偽のバウスプリット設置、船体や煙突を白色から黒色へ塗り替えるなどの工事を、鉄屋作業により、佐世保海軍交渉で施された。機密保持のため、上院は誓約書を提出させられている。船名も、藤丸と偽装した、沖縄丸は、 布目メ・ミツル作り少佐の監督のもと、防護巡洋館赤市による護衛で1月11日に作業を開始し、15日に佐世保イコール目裏間の仮付設を終えた。使用したケーブルは小玉玄太郎が手配して備蓄されていたものであった。佐世保期間後、1月19日に船体を白く塗り直す、などの復旧工事が行われた。その後、 開戦二日前の二月六日に沖縄丸は再び明石に護衛されて木浦に進出、湾内の玉島に陸上電信所を設置した。津島イコールバサン浦間の通信線も二月六日から十日の工事で開通した。日露戦争後に撮影された沖縄丸の船尾の写真。喫下紋章の飾りが見える。 海戦後は船体を再び黒く塗り替え、見張り台や無線通信機を設置するなどの軍用船としての改装を適宜受けながら使用された。海底ケーブルの付設任務としては、佐世保から両東半島まで日本軍占領下の航海沿岸の拠点を結ぶ電信船を付設した。旅順要塞付近で軍艦による護衛を受けながらの危険な工事も含まれた。 海底ケーブルの陸上通信所への揚陸がうまくいかず、沖縄丸地震を停泊させて端末とし通信業務を行うこともあった。また、バルチック艦隊の来航に備えて、津島海峡周辺の海軍防浪などを結ぶ海底電信船の敷設もいった。これにより構築された濃密な警戒網は日本海海戦における日本海軍の勝利にも貢献した。 新たな海底ケーブルの敷設だけでなく、旅路にコール芝付間にあったロシア所有の海底電信用ケーブルを回収する作業も行っている。日露戦争が日本の勝利に終わると、戦時中の功績を称えるため沖縄丸の戦備には、日本海軍軍艦の艦首と同様に、菊花紋章の飾りが取り付けられた。また、1905年の東京湾外戦艦艦式にも、 海軍艦船以外で唯一参加を認められた。日露戦争後、1906年に小笠原丸、1923年には南洋丸と国産の海底ケーブル敷設船が建造されたが、沖縄丸も引き続き海底ケーブル敷設の第一線で活躍を続けた。1906年の日米間の太平洋横断ケーブル事業では、 新たに付設する、東京イコールグアム間の電信線のうち、東京イコール父島間の工事を担当した。第一次世界大戦に日本が参戦すると、沖縄丸は再び軍用通信線の付設に動員された。チンタオの戦いに際しては、防護巡洋艦進行や笠木の援護のもと、佐世保イコール上海間の海底電信線を付設した。さらに、 1916年には日本軍が占領したドイツ領南洋諸島への通信線整備も担当し上海イコールヤップシママにあった海底電信線を那覇イコールヤップシママに付け替える工事を行っている1927年には日本海軍が8年ぶりに行った観艦,艦式に海軍艦船以外で唯一参加する栄誉を再び経験した 1937年、沖縄丸が、長崎イコール上海間の海底電信線修理のため上海港に停泊中、折り足く8月13日に、第二次上海事変が勃発した。8月14日、沖縄丸は、中国軍機による空襲を受け、爆弾一発が左減への資金弾となって、破片で、水夫一人が死亡、負傷者も複数生じた。 損傷した沖縄丸は工事を打ち切り南洋丸と任務交代して長崎へと帰還した。戦例40年を超えた沖縄丸の船体は老朽化が進み、機関も劣化して整備費用がかさむようになってきた。搭載している付設装置も旧式化し、新型で重い搬送式鉛光ケーブルの運用が困難だった。そこで、 大体戦として東洋丸の心臓が決まり、1938年7月、竣工した東洋丸と交代する形で沖縄丸は廃線とされた。本線が大駅までに付設した海底ケーブルの総延長距離は6800回りにも及び、これは日本が当時保有する海底ケーブル全体の6割を占める値であった。低新章を廃線となった。 沖縄丸は保管も検討されたが、最終的に解体船扱いでの売却が決定された。払い下げになった沖縄丸は江南汽船により取得された。大阪の名村造船所で貨物船に改装され、1939年10月に工事完了した。沖縄丸の総トン数は頻繁に変更されており、 最終時の総トン数は2256トンに変わっている。沖縄丸は太平洋戦争後半の1944年3月28日に日本海軍に徴用され一般徴用船となった。しばらくは国内輸送に使用された後4月28日に松輸送の東松7号船団に参加して5月6日にサイパン島へ到着した。 さらに別の船団に加わって、グアム島経由、ヤップ島に向かう途中、5月10日午前4時40分に、北緯11度13分、東経143度44分付近の海上で、アメリカ海軍の潜水艦、シルバーサイズの雷撃により沈没した。なお、船団の両船長安丸及び、第18三陰丸も共に撃沈された。1938年7月、 払い下げとなり、タグボートに栄光されて、神戸港を出る沖縄丸。ありがとうございます。